じゃあ次ね、その上のところに、なんかトイレがあると思うんだけど、うん、ちょっとそこをちょっと見に行きます。うん。うん、この辺でビビッ、ビクター。うん、ビクターよね。さっきの。本当絡めたわけじゃないからね。ちょっと上行きますね、これね。ビクター。それびっくりよな。それはびっくりよね、うん、多分こっちじゃないかな、うん、あれまた外れた、あら外れんな、よくなんかトイレがあったんだよ、どと、うん、顎の石がある、違うか、また外れてる、うん、あれはん、何そこ、何あれ、いやこういうやつじゃなかったよ、何すんの、やっぱ1台の充電だと減りが遅いな、バッテリー2台だと早いわ、うん、また外れた、外れた、よく外れんな、外れんね、地方のこれトイレじゃないの、これ、え、トイレじゃないの、違うよ、こういうやつじゃなかったよな、違ったかな、うん、どこ、わかんない、長野県どっか、違う、トイレじゃなかった、うん、疲れんな、これいけないようになってる、うん、いや結構きついぞこれ、きつい、きついな、あっぱい、休憩し、疲れた、ずっとですよ、休憩し、うん、真っ暗だ、また充電が、後ろ真っ暗、充電しなくなった、充電しなくなった、あ、充電しなかったよ、追加しやべえわ、うん、バッテリー減るな、うん、あ、ダメだ、充電しなくなった、あ、壊れたかな、コンセント。あ、したしたした。よかった。接触悪いんだな。あ、疲れた。やばい。疲れたね、本当だよ、ね。本当疲れた。暑い。坂だもんだって、どうさん。うん、坂なんだこれ。うん、ずっと上行けねえな。いや、でも近かったんだけどな。すごいな、この上何があるんだろう。わかんねえ。暑いんだ、すごい、うん、マジで登りきつい、うん、兄貴さんこんばんは、どうもね、いらっしゃい、暑い、汗かく、なんだ、うん、なんだ、あ、ダメだ、行くだけで、いや、ここじゃないよ、うん、あれ、ここじゃないな、わかんねえな、うん、木材重たい、うん、ここじゃないな、うん、ここじゃないわ、もこさん一応こう入っていったんですけど、うん、いやここじゃない、ここじゃないよ、さっきのトンネル、うん、ちょっと一回ツイキャス画面ちょっと暗くなっちゃうけど、ごめんなさい、位置情報見るわ、うんうん、ごめんなさいね、ちょっとね、うん、Google でちょっと見る、うん、居場所が、あ、全然違うじゃん、逆だよ、もこさん、逆だよ、逆、うん、逆だった、逆、トンネルの こっちじゃない、向こう、そう、逆側、うん、うん、逆だ、うん、こっちじゃないよ、こっちじゃない、危ねえ、騙されてた、こっちじゃなかった、向こう側だった、うん、お疲れ様ね、うん、今その下にいる、向こうさんは言うと逆、暑いのに、こっちじゃないよ、向こう側だって、すぐだもん、だって登ってすぐだったもん、あ、暑い、公園じゃないよ、なんかこう、なんかね、なんかね、鍵かかってるトイレがあるんですよ、そこの辺が出るっていう、鍵かかってんだ、わかんないけど、多分管理されてる、で、そこの中に花束が、花があるんだよ、なんかそこ、そっちが、そっちが、そこ、あの道あるじゃん、あの道、うん、あれ あの白いやつ、白いやつか、多分、あれか、うん、あれだ、あれがそうなんだ、そう、あれがそう、ガソリンスタンドがあった、そこ、あれ、あれが出る、車来たか、ちょっと待って、待ち、あれ、うん、
渡りろ、はい、そう、このガソリンスタンドのあって、その上のあの白っぽいやつ、あれがトイレなんだって。このガソリンスタンドね、あ、また抜けた、コードが。難しいね。いや、もうダメなんだよね、これね。もうスマホのあれがダメなの、充電の差し口が。出るらしい。こいや、公園じゃないんだよ、うん、公園じゃない。あ、まだ抜けた。あ、抜けた、完璧に抜けた。抜けた。ダメだね、もうね、これスマホ買わなきゃダメでしょ、これ、うん、これ、交換してもらうからね。交換、うん、交換ただでもここに。いや、1万、1万円払って、うん、これ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 、あれ、これ、これ、あれ、これ、あれ、これだよね、多分な。あの白っぽいやつじゃん。あの白っぽいやつ。はい、また外れたか。うん。熱い。キツさん分かってんのこれ。場所分かってんの？キツさん分かってんの？これ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 。これこれ、このトイレ。ほら、花束あるじゃん。本当だ、花束ある。このトイレ。ここが出るらしいよ。飾ってあるんだけど。トイレ、トイレ、トイレ、これトイレだよ、トイレ。トイレ。もうね、多分スタンドのトイレなの、ほらほら。ね。ね。これあるでしょ。そうそう、見せたところ、そうそう、上野さん、そこで、それそれ、この間ね、見せたところ、うん、追っかけてる、マジ追っかけてる、追っかけてるの、よく分かったな。追っかけてるって、この辺でね、女性の霊を見るらしい。だからちょっとこの辺から手でやったらいいんですか。その間ちょっと一服、僕休憩する、汗が一緒。倒れんな、魚っていうか倒れんな、できねえじゃん。無理じゃん無理じゃん。平らなとこないと。この辺ダメですか。あ、この辺平らだ。この辺ダメじゃない。この辺じゃいいね。この辺大丈夫だ。あ、ダメだ。うん、ほら倒れちゃう。倒れる、倒れるわ。まっすぐじゃないで、登ってるからね。そっか、この方がいい。あ、そこいい、ここでいいや、ここでいいね、うん、ちょっと暗闇で。あ、こんばんはね、いらっしゃいと思う。ちょっと停電中です。あれ、映んねえな、映んねえな。他の人が撮ると絶対映るだね。そこにしとくか、ライト。そしたら映るでしょ、うん、映ってるかな。タバコはありますか。タバコ俺持ってる。あ、持ってない。持ってないですよ。俺預かりましたよ。預かった、うん、熱い。これ、あ、これ新しい。熱い、2つ。熱い、マジ熱いわ。2つはず、あとか。はい、2つ預かってますからね、はい、新しいやつ、はい、入ってないわ。新しいやつ、うん、そうですよね。言わないでね。はい、うん、そこのトイレがね、すでに乗ってたのよ。トイレ使えるの。使えるよ、多分スタンドのトイレなんだけど、うん、
ここでなんか何かあったんじゃない、昔昔あったんじゃない、これ遺伝カメラして写る、撮ると絶対あるんだろうな、写るんだろうな、わかんない、それ絶対とはないんじゃない、うん、ね、絶対とはないんじゃないね、そう、作編だね、桜編だね、桜編じゃねえ、作詞ぐらあたりこれ載ってたんだよね、場所がセットで、でこれいつ行きたいなと思ってて、うん、今回初めて来れたんだけど、うん、なんか昔のスレに乗るとなんか女性の霊が出ると、供養塔じゃないよこれ、一応便所なんだけど、うん、そう、停電中で今ね、供養塔じゃないよこれ、トイレトイレ、うん、だから結構綺麗にされてるからやっぱりね、うんうん、多分そうじゃないかな、なんかここのだから山がもしもともとお城なんて城址だから城址のだからなんか関係あるのかわかんないけど女性が出るとは言ってたけどね、うんうん、あとそのもう一個の話だと内武者の霊も出るというか、その、うん、飛ばしすぎじゃない、うん、飛ばすぎ、そんな不安なさでいいんじゃない、うん、うん、バカなのこいつ、結局はやっぱね、うん、上にあるんでしょ、そうそう、YouTube 結局は通知来てねえな、うん、まあ、でも通知来てないと皆さん見てくれてば ね、ありがとうございます、ね、本当にね、結構な人に、ね、うん、来てくれてるから、うん、はい、いらっしゃいね、どうも、こんばんは、しょげんさんね、今ね、トイレ停電中です、うん、トイレ停電中、ここの、ね、上に、ここの山がね、上司らしいんですけど、まあ、その上司に関係してるかわかんないけど、でもなんかしら女性の霊が出ると、うん、まあ、2チャンネルのすでに載ってたんですね、うん、これね、長野県のね、うん、で、トンネルも今行ってきたんですけど、トンネルちょっと怖くて、一周回ってきましたけど、うん、もう冷や汗ですね、あ、もう、うん、暑いし、もう汗もダラダラ、うん、ね、ほんと暑いよね、長袖で来てた、長袖ね、何よ、何よ、あなた何ですか、車か、え、車なの、何、うん、うん、うん、あ、バカな好き、ありがとうございますね、皆さんね、うん、うん、いや、サンジュさん、花あったんだよ、花備えてるんだよ、なんか花備えてるね、なんであそこに、普通、ああいうところに置く、置かない、トイレ置かないですよ、うん、まあ、トイレに花あるけどね、うん、でもなんか毎度変わってるっぽいんだよね、花がね、だから供養のためのトイレ、あの、なんかわかんないけど、うんうん、なんかおかしくない、あのね、こうわかるかな、 YouTube 見るとほらあるでしょ、花、うん、ツイキャスも拡大しましょうか、ちょっとほら花あるでしょ、花、花が備えてあるの、そうだからね、普通花を備える、え、こういうところで備えるかな、うん、さっき聞こえた、トイレに花は普通です、こんばんは、お疲れ様、うん、田舎は普通なんだ、そうなんだ、だピンポイントに書いてあったのよ、本当に、うん、あのトイレやばいよとか言って、うん、あれ女性の霊が出たよとかなんか、うん、書いてあったのよ、過去すれでね、トイレある、花ありますか、そうなんだ、いつもね、それが出るか出ないかわかんないけど、まあ、上が上司らしいんだよね、うん、だから、うん、その絡みがあるのかわかんないけどね、なんかね、うん、隣の花、そう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 、深夜のトイレ、深夜じゃないけどね、今は今日は早いですけどね、まだね、何あったのかちょっと分かんないけどね、その情報データが出るっていう情報があったんで、ちょっと行ってみようかということでね、今日来ましたけどね、うん、あ、本当ある、マジ、あ、この上のカーブに、あ、落とされたんだ、ここ、北さん、そうなんだ、落とされて供養塔があるんで、じゃあそこも行ってみようね、じゃあ終わった、ちょっと終わったら、うん、ね、左窓、左窓なんかある、ちょっと待って、ちょっと、あ、待って、左窓なんかある、ごめん、なんか出た、左窓に花を置くのか、ん、左窓なんかあった、そこの右上、右上、あ、右上ね、まあ、その上司のやつがちょっと気になるね、うん、で、俺が知ってたの、上司にもなんか書いてあったから、うん、でも女性の霊が出るとかそういうのが書いてあったのよ、
さっき行ったと行ったクヨト？さっき行ったクヨト。さっきのクヨトなのかな？カーブの右は？城で死んだ人のクヨト。マジすごいね、さすが。キツさん完全に特定されてるよ。特定されてる、多分。特定されてるの？特定犯だな。すげえな、さすが。さすがだね。すぐそこ行ってみるじゃあ今。うん。歩いていけるの？歩いていけるでしょ。あ、いてて、腰が痛い。うん、あ、この中光ってるの？あ、いてて。あ、その中光ってるの？光ってる。うん、あ、さっき光ってなかったよ。うん、なんか。じゃあ行ってみようか。うん、あ、ちょっと拡大しちゃってるから。この上ん？この上でいいの？この上だって。本当。じゃあ行くね。暑、うん、い。綺麗だね。あれか、あれ？これ？これ？これ？落書き？これ？これ、ほら、ちょんまげ？ちょんまげだよ。ちょんまげじゃねえか。タイヤだった、タイヤだった。どこなんだ？どこにいんの？どこ？ちょっとくれえわ。すぐそこ。うん、トムくんって。どこだろう？右ってっこれか、これか、あ、こっちにあんだ、これえ、これ入れなくなってる、これえこれじゃないの、これ 石垣これ違うね、あ、あった、これあった、あ、これだ、あった、これか、そうだ、うん、ねえ、ちょっと言って、うん、これさっきのお墓だと思った、これだ、お墓、うん、これがそうなの、これそうなんだ、これ、これこれでもお墓じゃない？これお墓っぽいよね。これ？お墓っぽくない？これ？これなんだ。これなんだ。すごい供養塔だね、本当に。うん、やっぱ落ちてんだね、これね、うん、じゃあこれの関連もあんのかな、橋本、うん、さん、ゆうさん、こんばんはね、いらっしゃい、そういうことですか、でこれね、お城のね、上司のね、あの戦って亡くなった人のね、うん、供養塔だそうです、供養塔いますね、これね、お墓だね、うん、だから、なんていうの、落とされた落ち伏せの霊かっていうのかな、これがお城なんですよ。さっきの石垣そう？昔の石垣かな。古いな、これな。古いですね。ね。これは普通の、あれかな、クヨトかな、これね。あ、古いね。なんて書いてんの？わかんねえよ。うん。古い。あ、これ怖いね。これ怖い。これ怖いね。これ怖い。これ怖いね。これ雰囲気増すんじゃない、雰囲気増しません、うん、あ、ゆりさんこんばんは、初見さんね、いらっしゃい、どうも、今ね、長野県の2日目で、今日2軒目ですけどね、今日はちょっと昨日ね、結構やったんでね、今日は残り1なんですけど、また山でやりますからね、そのね、長野県遠征今2日目でね、供養塔ですかね、ふぅーって、あ、いくみさんこんばんは、昨日なかったらいいんですか、出た方がいい、マジ、うん、え、坂木さんやばい、うん、ちょっと、なんていうの、お墓なの、うん、こっちはお墓じゃない、普通のこっちはお墓ですよね、普通、うん、こっちはお墓だよね、ほら、うん、これは供養塔、うん、ご立派だね、なんか鍋みたいなのある、うん、これが供養塔なんじゃない、ええ、こっちが供養塔じゃない、うん、これは違くない、これはお墓でしょ、普通の、赤いだろ、なんか、あ、これ普通の墓だよ、これ普通の墓じゃん、こっちにこれでしょ、多分これ普通の墓だよ、これだよ、これが供養塔なんだよ、うん、多分、あ、虫、蜘蛛の巣、すごい、これでしょ、うん、子孫がいるんだね、多分ね、代々守ってんじゃない、
それは、あ、バッテリー終わった。ゴーグルじゃねえや。GoPro 終わった、バッテリーが。うん、バッテリー終了。変えなきゃ後で。あ、また充電外れてるよ。まあ、コンセントやな、すぐ外れるから。うん、わかんねえ。男の声聞こえた？マジ？そう、秋名さんいますね、中森はね。中森秋名さん。食べてないよね。こっちはね、上司はこれなの？上司はこれなの？あっち。これ石垣古くない？これ、北さん、これ、そう？これ上司？山、なんか。あ、そうだね、中線道で。なんかじゃない。線路書いてあるよ。あ、これさっきのとこだ。うん、さっきのとこだ。これさっきのとこだね。さっきのとこだ。上行くとさっきのとこだね。そうそう。あ、さっきの上司なんだね。うんうん。絡みなんだね。うん。そこから入れます。いや、入れるんじゃないで、そう、さっきのとこだよ。うん、さっき言ったやったじゃん、1個目。あれあれあれ。そう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 。これはそのまま行けんだよ、そこに。さっきの術があったじゃん。術があったじゃん。うん。そう。でこの後ね、あのもう下にあるんですよ、怖い雰囲気の神社が、うん、ね、ね、そこ行きましょう、うん、ちょっとそこまでちょっと車で行きます、うん、距離あるんで、うん、そこまでちょっと車で行きますんで、皆さんよろしくです、うん、ちょっとね、降りなきゃいけないんだけど、あ、でも降りていくか、うん、いや、疲れるな、お父さん疲れるな、疲れるな、うん、何の音、もこさんか、違う、もこさんだ、もこさん、あ、違う、違うな、違う、あ、もこさん、もこさんだな、多分もこさんだね、うん、来てくれて、汗すごいよ、髪の毛、うんうん、しんどい汗が、あ、クモです、クモです、クモです、誰も入ってねえんじゃないですか、誰も入ってねえじゃん、これこれ誰も入ってねえよ、誰も入ってねえじゃん、誰も入ってないじゃん、誰も、あれ、もこさんじゃないよ、うん、行っちゃった、もこさんじゃないよ、行っちゃった、うん、これ何、これが昔のやつ、昔のね、はい、こんばんは、ブロコさん、いらっしゃいね、さっきの件だ、うん、暑い、お猿、なんか、はい、何のこと、わかんねえ、なんか全部、うん、お疲れ様ね、じゃあ次のとこ行きましょう。